縄に越してきてから気になっていることについてメールしました。はい、沖縄の方同士でのお話を聞いていると、だからよ、だからさという言葉をよく耳にします。うん、マリさんもよく使ってますよね。使うと思う。私、他県出身なのでとても新鮮で、使う時の間合いも独特なので、だからよがすごく気になっていて、買い物の時などに聞こえると、あ、だから来たと心の中で思っています。話を聞いていると同意の意味で使っていることが多いようですが、違う時もあるようで、ネットで調べてみると汎用性が高いとのこと。そうそうね。いろいろな場面でのだからよやだからさをお二人でお話をしながら教えていただけたら嬉しいです。だからよだからさもう超万能だよ、ね、例えば、うん、ねえ待ち合わせ3時って言ったのにもう6時になるけどだからさとか ね, ねで、ここで終わりになるんだよ、ね、終わりになるの、続かないのよ、うん、ちゃんなわけ、そう、あ、分かってはいるのねっていう、分かるねって、だからよねだからよ早いよねって超万能じゃない、だからもうスーパーとか今すごいはずよ、え、卵の部屋が見ただからさこんなだったらうちたち買えない、前までいっぱい買ってたさ、だからよもう買えないさだからさそう、ねそうなんだよ、ね、もう話をどんどん前に進める潤滑油になりますからね、だからよだからさはちょっと責められた時でも使えるもんね、そうだから前にだって、あのちゃんと台本見てないでしょ、だからさ何ページ開けてんの今台本、ねえだからさね、もうここに置いてあるから一応大丈夫、あ大丈夫か、大丈夫ねえ面白いよ確かに、うん、でも別に使ってみたら自分でね、うん、多分超何にでも使えるよ、うん、でうちのうちも喜びますよ、県内の人がだからよとか言い出したら、うん、マリ多分クレジットカードよりもだからよがいっぱい使ってるキャッシュレスの世の中だけど、そうねそうね